痩せるヨーグルトの作り方をお伝えしていきます。この動画をご覧いただきますと、あなたが普段召し上がっていらっしゃるそのヨーグルトがさらに痩せるヨーグルトへと早変わりさせることができるんですよ。3つお伝えしていきますね。今回は生協さんで購入してまいりました。それでは早速本題に入ってまいりましょう。痩せるポイントはまずヨーグルトが持つ発酵食品であることですよね。こちらは腸内環境が整ってあなたの腸内で痩せ菌と呼ばれるその善玉菌がたくさん含まれている食べ物がその発酵食品なんですよね。なのでヨーグルト自体も もちろんダイエット食材ということになるんですよね。でまたですね、このヨーグルトと言いますのはこちらタンパク質も豊富なので、タンパク質そのものがその脂肪になりにくいものになるんですよね。で余ったものはその尿中に出ていってしまいますから、もうよっぽど食べ過ぎない限りはそのタンパク質が元で太るということはですねないということですよね。でまたタンパク質をしっかりあなたが摂ることで、しっかりヨーグルトを召し上がることで食欲を抑えてくれるホルモンがしっかり出てくれたりとか、あとはそのもう満足感、満腹感が変わってきますから、すぐにお腹が空いてしまうということを防ぐこともできるんです。なので普段召し上がっていらっしゃるそのヨーグルトそのものももちろんダイエット食材なんですけれども、プラス今から私がお伝えする食材が持つダイエット効果を味方につけていただくことで、さらに普段召し上がっていらっしゃるそのあなたのヨーグルトがですね、もっともっと痩せるヨーグルトへと大変身することができるので、今から私のおすすめ3つをランキング形式でお伝えしてまいりますね。では私のおすすめ第3位はこちらです。生協のメイプルシロップ 100% になります。あなたがヨーグルト召し上がる時にはどんな甘味料を使っていらっしゃいますか？もちろんいろいろおすすめはあるんですけれども、今回私が第3位に選んだのはこちらメイプルシロップなんですね。でこのメイプルシロップってこう甘いので、太るというイメージがあると思うんですけれども、そのダイエット効果が実はすごいんですよ。もちろん取りすぎたらね、取りすぎたらもちろん太りますけれども、本当に普段あなたが召し上がっていらっしゃるヨーグルトにこのメープルシロップをトッピングすると、もう まず一つ目はですね、白砂糖よりも低カロリーですから、そのお砂糖系の甘味料をもし使っていらっしゃるようであればメープルシロップの方がそもそもカロリーが低めです。そしてもうポリフェノールがとにかくすごい量が入ってます。約63種類ぐらい、蜂蜜とか比べて もう全然メープルシロップの方が多いんですけども、このポリフェノールが多いことで太るもと炭水化物がその糖に変わるのをこう抑えてくれる効果が高くなりますから、結果その太るもとの糖の吸収をこう緩やかに抑えてくれる効果があるのがこの実はメープルシロップなんですよね。でこちらお値段なんですけれども、1瓶あたり 250g 入っておりまして、今回私生協さんコープ大分でね購入したんですけども、別府店で購入したんですけれど、こちらが820円税別のお値段となっております。でかなり量もたっぷり入ってますし、私がこれをなぜ選んだかという理由の一つに無添加なんですよ。もう完全無添加なんですね。結構メープルシロップを購入されるときはですね、人工甘味料が混ざってたり香料が混ざってたり、余計なその、薄めるような形でお砂糖が入ってたりね、よくないんですよね。こう混ざり気がこう多いものっていうのは腸内環境を汚してしまって、デブ菌の餌となってもどんどん太ってしまうメープルシロップということになりますから、選ぶポイントはとにかく 100% のメープルシロップ選んでくださいね。もうこちら原材料を見ましてもメープルシロップだけしか書いていない、こういったものをあなたもぜひ選んでくださいね。なので私おすすめはこちら、第3位はこちらメープルシロップをあなたにお伝えしていきました。それではどんどん参りましょう。第2位はこちらです。生協のなめらか黒練りごま、黒ごま 100% 塩でございます。こちらですね、ヨーグルトに黒ごまと、思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、合うんですよ。この黒ごまと先ほど第3位にお伝えしたこの
メープルシロップをかけていただくと、あのもう和風スイーツのような感覚で召し上がっていただくことができるおすすめの食材です。でこちらは、1パックあたり 130g 入ってまして、お値段が307円税別でした。でこちら原材料名を見ましても、黒ごまのみです。もう先ほどお伝えしました通り完全無添加ですから、余計な人工甘味料ですとか化学調味料などがもう本当に入っていないものになります。で残念ながらですね、こういった練りごま系 もうそういったその添加物たっぷりの、ね、商品が多いんですね。あのよくこの YouTube の、ね、コメント欄にもあのコメントいただきたんですけれど もうとにかくその先生無添加選ぶのって大変ですよねってね、あのそういったコメントいただきました。もうそれぐらい今無添加を探すって本当に大変な時代なんですよね。ただしそこにですね、やっぱり私は思いがありますから、もうとにかくこういった無添加のものが結果あなたの腸内環境が整って、あなたがですね痩せ体質になるための必須条件ですから、もうぜひこの無添加のものを選んでくださいね。でこの黒ごまがなぜヨーグルトにトッピングするとさらに痩せ効果ができるのかということなんですが、こちらです。もう黒ごまはもう見ての通り黒い食べ物ですから、もうアントシアニンがものすごくね入っているんですよね。でこのタイプで実は白ごまもあるんです。白ごまもあるんですが、私がなぜあえて黒を選んだかっていうポイントはここ、アントシアニンの効果を使ってもっともっと健康に痩せていただきたいって思いで選んでるんですよね。なぜかというと、このアントシアニンがあなたの内臓脂肪の蓄積溜まっていくのを抑えてくれる効果がある、そして血糖値の急上昇も抑えてくれるということになりますから、このいつ太ってるかというとですね、この血糖値が急上昇するとき、この間に一気に脂肪が溜め込んでいくというね、ここがですねやっぱり抑えないといけない、ダイエットするためには抑える条件になってきますよね。その時にこの黒ごまを使うことでそこを抑えることができるということは、結果脂肪を溜め込みにくくすることができるということですから、この黒ごまの効果を使って普段のヨーグルトを痩せヨーグルトにさらに変えていただきたいなと思ってご紹介しました。第2位はこのなめらか黒練りごまでした。ではいよいよここから第1位発表します。第1位はこちらです。生協のカリフォルニアプルーンエキスです。プルーンのエキスタイプになっています。で1瓶ですね、こちらの内容量が 280g となっておりまして、お値段がプルーンはですね税別で815円なりでした。でこちらのプルーンエキス、いろいろねあの、ブランド出てると思うんですけども、このコープ、生協さんはもう原材料を見てみますと、もうプルーンだけ、カリフォルニアプルーンだけで作られたもう凝縮エキスということになるんですよね。でこのなぜプルーンがあなたのヨーグルトにトッピングするとまた痩せることができるのかということなんですけれど もうプルーンはですね、私別動画の、痩せるダイエットのおやつということでプルーンよくご紹介することあるんですけれど もうとにかく痩せるためには腸内環境を整えることで、そのためには腸内の痩せ菌と呼ばれるその善玉菌を増やしてあげる必要があるんですよね。その時にたとえ増えてもその善玉菌はいつまでもあなたの腸にいてもらわないといけないわけです。その時にやっぱりね餌を与えてあげないといけないんですよね。その餌が何かというと、この食物繊維なんです。プルーンが持つ食物繊維、ここをしっかりとって差し上げると、どんどん痩せ菌がいつまでも元気にあなたの腸に居座ってくれる、住み続けてくれるということになります。なのでまずプルーンのポイントは食物繊維が豊富であること、そしてこの血糖値の急上昇をこのプルーンもね、先ほどのごまと一緒です、抑えてくれますから、その間脂肪を溜め込みにくくしてくれるという効果も大です。でプラスカリウムがすごく豊富なんですよね。なので代謝がまず上がります。そうすれば燃やす力がアップするわけですから、どんどん脂肪をその燃えやすい体へと変わっていくことができる。プラスむくみも改善してくれるんですよ。もうむくむの辛いですよね。しっかりカリウム食材を摂っていただいて、こういったむくみの防止にもお役立ていただきたいなと思って、第1位にこちらプルーンエキスを選びました。でこの動画のまとめ、大事なポイントは、とにかくヨーグルト自体もダイエット食材です。ただ
ただそのヨーグルトを食べるだけではなくって、今私がお伝えしました3つの食材を日替わりでもいいです、上手にトッピングすることでさらにその痩せるヨーグルトへとまあ変化させることができますから、上手に使ってみてください。ただここで注意が1つあります。ヨーグルトも今までお伝えした食材も全部痩せる効果はもちろんある。なぜかというと腸内環境整ってくれたり、その脂肪を抑えてくれたりするわけですからね。ただしですね、どんなにいい食べ物も食べ過ぎてしまっては振り出しに戻ってしまいますよね。なのでもう美味しい、そして食べたいってお気持ちが分かるんですけれども、どんなに良いものも食べ過ぎには注意ですよっていうことです。それだけ今ご紹介した食材はとっても美味しいので、気をつけてコントロールしながら食べてください。目安はヨーグルトは1日に 100g までにしてください。特に動物性のヨーグルト、牛乳がベースのヨーグルトを食べていらっしゃる方というのは、そうですね、もうとにかくマックス 100g まで、大きなヨーグルトパック1パックだいたい 400g 入ってますから、1日に4分の1ペースで召し上がっていただくこと。そして私が普段何を食べてるかと言いますと、もう割合的には断然植物性のヨーグルト手作りで作って食べています。それは豆乳ヨーグルトです。なので私が普段何を食べてるかと言いますと、私の痩せるヨーグルトのベースは手作りの豆乳ヨーグルトです。 100g、 そしてプラスこういったトッピング、他の動画でもいろいろトッピングご紹介してますけれども、今回は生協さんで買えるヨーグルトの痩せるトッピング食材をあなたにお伝えしていますので、ぜひあなたも別動画でこの豆乳のヨーグルト作り方をお伝えしてますから、ご興味あればご参考にしてみてくださいね。さあ、いかがだったでしょうか。このチャンネルではこのようにさまざまな腸活法をあなたにお伝えしているんですね。そのことであなたがもう心も体ももう元気いっぱい、もう明るくですね、できるという状態になっていただきたいんです。そのために毎日動画を発信しております。ぜひお聞き逃しのないために、こちら詳細欄に LINE のリンクを貼っております。こちらご登録していただきますと、毎日私からの動画レターがあなたの元へ届きますので、ぜひ登録してみてくださいね。そしてこの動画役に立ったと思っていただけましたら、ぜひ高評価ボタンや登録をしていただきまして、どんどんご参加くださいね。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。